皆さんこんにちは。ここは山梨県甲州市です。甲州市といえばですね、去年の夏、日本で一番温度が暑い、それを3日連続そういう記録を残したんですけれども、見てください、この雪。雪、もう雪がですね、1メートル何十センチまで積もっています。大変です。ちょっと門のところまで行きません。見てください、屋根の上に詰まった雪。雪だらけ。どうしようかな、これ書くっていうわけにいきませんよね。水でもばらまいたらいいんでしょうか。